ピエール・カンブロンヌ・ピエール・ジャクエティエンヌ・カンブロンヌは、フランス革命戦争、ナポレオン戦争期の軍人、ナントに生まれる。1792年に志願兵となり、ベルギーで敵願兵として戦った。その後、ルイラザール・オッシュの下で、バンデの反乱鎮圧やフランスのアイルランド遠征に参加した。アンドレ・マッセナのアルプス軍に加わった。彼は、第二次チューリヒの戦いに参加した。 1806年のイエナ・アウエルシュタットの戦いでは、大佐となり、1810年に男爵に除任された。スペインで戦った後、大陸軍に加わりロシア遠征、バウチェーンの戦い、ドレスデンの戦い、ライプツヒの戦いに参加、ライプツヒの戦いの前に召喚に昇進した。指揮能力と要望に優れ、大柄な体だった。ナポレオンと共に600名の子産子の得体を率いて、 エルバ島に渡った。3月1日にナポレオンと共にエルバ島を脱出した後、3月5日にシストロンを占領した。ワーテルローの戦いにも参加。敗北が決まり降伏を迫るイギリス軍に対して、この衛隊はシストも降伏せずあるいはクソタレと言い放ち拒否した。フランスでカンブロンヌの一言または五文字といえば、このクソタレ。 という意味だという。小三子の絵体は壊滅したが彼自身は流れ玉が額に命中するも距離があったため弾丸の威力がそがれ一命を取り留めた。意識を失い捕虜となってイギリスに護送されたが彼の看護を受け持ったイギリス人女性と結婚することになる。またその勇気が認められルイ18世から借位を与えられた。1820年にはルイ18世から リールの司令官に任じられた。1823年に退役し故郷に帰り、1842年に亡くなるまで、そこで過ごした。セシル・スコット・フォレスターのホーンブロワーシリーズ、海軍提督ホーンブロワーに登場し、主人公、保冷法ホーンブロワー提督の追跡から逃れ、流刑地のナポレオンを救出して、再決起、というエピソードがある。ありがとうございます。